高槻市立第二中学校は大阪府高槻市郡家本町にある公立中学校。略称は二中、第二中、高槻二中、高二など、高槻市で二番目の私立中学校として1949年に開校した。学校は元高槻公平隊演習場跡地に位置する。また、名神高速道路の工事に伴って道路予定地となった。 当時の学校敷地から土保山古墳が発掘された。古墳は現在の学校敷地内に復元されている。高槻市中心部の商業地、古くからの住宅地、新興住宅地、農村部など多彩な地域が高区に含まれている。校舎は本館と北館に分かれており、本館は2011年現在で築62年である。 2011年の夏休みに一部屋上の防水工事が行われており、2012年の7月からは本館の耐震工事が行われている。この図は2012年現在の校舎配置図。従来の高槻市立第一中学校の校区を分離する形で、1949年に高槻市立第二中学校の校名で開校した。1970年代には、 地域の急速な宅地化、ベッドタウン化により、周辺地域で中学校が相次いで新設され、従来の校区の一部を分離する形で、第8中学校、第9中学校、阿部の中学校、川西中学校、芝谷中学校が開校した。これにより、校区を縮小している。ありがとうございます。